サメノリさんから来ましたよ。やっとやっと元カノのこと忘れることができそうです。お別れてから2年半長かったな。本当だ。あと携帯にある写真を消して、一緒に買ったぬいぐるみを捨てて、プリクラも捨てて、宮古島で2人で作ったシーサーを捨てるだけです。結構やることいっぱいあるな。すぐやっちゃったらねえ、うん、僕全然そういうの やらないんだよな。別れた人のものなんか捨てるとか、うん、皆無意識はしないけど、うん、でも写真とかもマリ消す、うん、捨てる捨てる、あ、捨てるっていうか焼く焼く、怖ーい。じゃあなんか破いたら良くない気がして。破ったら良くない気がして。そうね、引き裂くよりも、やつだけよりも、火炙りの方がいいからね。どっちが？そうやって聞いたんで、焼いた方がいいって。そう、すごいね、中世の残虐な、なんか処刑の仕方の方法で、焼く方がいいんだ、やっぱね。焼く方がいいって。ね、金城さんも焼いてるしね。焼き身と金城。語る。そうか、焼いた方がいいって。サメノリさん、焼いた方がいいそうです。してるぐらいじゃ、多分ダメみたいですよ。ぬいぐるみも焼いてください。プリクラも。シーサーも焼いて。携帯も焼いても。こちら、うん、やっと彼女ができました。待って、サメノリさん聞いてるから。サメノリさん聞いてるから。耳うるさいで。うるさいでね、今ちょっと。ハリケーンさんは、やっと彼女ができたの。やったね。今までが長かった。